はい。皆さん、こんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、元巨人のモタ選手が、今、九州の独立リーグで非常に活躍をしているというところが、情報として入ってきましたんで、モタ選手が NPB にね、復帰する可能性があるのかどうかというところをお話ししていきたいなというふうに思っております。はい。まず、結論なんですけども、まあ皆さんね、巨人ファンの方がこのチャンネルではすごく見てらっしゃると思いますけども、ちょっとね、まあ残念なお知らせというか、まあ僕の、まあ、予想ではあるんですけども、まあジャイアンツに、復帰するっていうのはおそらくないのではないのか、ないのかなっていうふうに僕思ってますと。で、他の球団であれば復帰する可能性というかね、取られて NPB に、もう一回戻ってくるみたいなことはもしかしたらあるんじゃないかなっていうふうに思っております。じゃあ今日はですね、モタ選手の成績であったりとか、僕一緒に、モタ選手ね、一緒にやってますし、寮なんかでもね、まあ一緒でしたから、そういったところのね、エピソードなんかもお話をしながらね、見ていきたいなというふうに思ってます。はい、まずモタ選手を知らない方に、ちょっとね、お話、経歴をね、お話していこうかなというふうに思うんですけども、まず2018年、オフにですね、アメリカじゃないわ。海外でもジャイアンツのトライアウトっていうのはやってるんですね。確かドミニカが、どっかでやってるんですけど、そのトライアウトに、モタ合格したんですよね。で、モタと話してたところですとね、確かその前の年にも確か受けてたんですよ。2017年のオフにも受けてたんですけども、結構いいところまでは残ったみたいなんですけど、体をもうちょっとね、大きくした方がいいっていう風に、海外のね、ジャイアンツの海外のスタッフの方に言われて、1年間すごい食トレをしたっていう風に言ってました。で、それで2018年ね、その食トレのおかげだと思うんですけども、すごくパワーが前年よりも日にならんぐらいついたっていう風に言ってて、で、その回もあってですね、非常にね、飛距離というところがめちゃくちゃ伸びまして、2018年のオフにトライアウトを合格したっていう風に言ってました。で、2019年、まあ、育成としてね、ジャイアンツに入団してきまして、で、2年目のですね、2020年に、まあ、春のキャンプですごくこう、アピールをしまして、まあ、開幕前かな開幕前に、支配下を勝ち取ったという形になります。まあ、皆さん、ジャイアンツの YouTube なんかを見られたことある人、結構おると思うんですけども、まあ、ティーバッティングをね、安倍監督と一緒にやったりとか、結構こう、安倍監督ね、すごくこう、まあ、安倍監督はまだその時二軍監督だったと思うんですけども、その時に非常にこう、手塩をかけてたというかね、非常に、愛情を持って、モタ選手をね、指導されてましたと。で、ですね、2020年、その年に、クビになってしまうとね、自由契約になってしまうと。で、2022年から、九州にあります、火の国サラマンダーズという、独立リーグに入ってますと。で、2023年からは、2023年の5月から、北九州下関フェニックスというところに、まあ、移籍をしまして、まあ、今、現状ね、2年連続ホームラン王というところでね、すごく活躍しているというところでございますと。はい。で、まあ、じゃあね、成績もね、ちょっと振り返っていきたいと思うんですけど、まあ、NPB 通算、まあ、一軍の成績で言うと、まあ、9試合で、打率2割2分に、ホームラン1本、4打点、OPS919 と。まあ、このホームランもね、確か、僕なんか知らんけど、印象に残ってるんですけど、確かカープで打ったと思うんですよね。広島で打ったと思うんですよ。うん。まあ、すごく弾丸ライナーのホームランで、まあ、そのジャイアンツファンの、頭には結構残ってるんじゃないかな、というふうに思ってます。で、2軍ではですね、44試合で、打率2割4厘、4ホームラン、13打点、OPS692 というふうになってます。まあ、意外と2軍でちゃんと打ててないっていうところが、あるんじゃないかな、というふうに思いますと。で、2022年から、火の国サラマンダーズに行きましたけども、その年ですごくてですね、66試合で、打率2割9分5厘、18ホームラン、61打点、OPS がなんと1を超えるというね、1.007 というふうな形。まあ、やはり、まあ、BC リーグとか、九州のね、リーグとか、まあ、九州のリーグとか、四国のリーグとかね、いろいろありますけども、やはり、今一番レベル高いって言われてるのは、おそらく四国の、アイアンドックスだったっけね、すいません、間違ってたら申し訳ないんですけど、四国のリーグだと思いますと。で、その次におそらく BC リーグとかね、レベルが高いんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、九州のリーグはね、僕は、やったことがないし、わからないんですけども、おそらくレベルとしては、その二つ、BC リーグであったりとか、
四国からしたら落ちるんじゃないかなっていうふうに思いますと。で、2023年からですね、下関、フェニックス、北九州下関フェニックスに移りまして、44試合、これ5月からなんですけど、44試合3割1分3厘10本のホームランと43打点、OPS993 というところで、まあホームラン王に輝いているというところ。で、今年のシーズンもですね、下関でやってまして、24年ですね、27試合、現在ね、27試合で打率4割3分4厘、11ホームラン。31打点、OPS が 1.338 というところで、どえらい数字になっているというところ。で、まあ、これを見て思うのが、やっぱり、ま、独立はね、プロと比べると、ま、レベルが低いんで、まあ、ある程度無双をしておかないと。ピッチャーであってもね、バッターであっても、ある程度無双をしておかないと、まあ、プロの一軍で活躍するっていうのは非常に難しいのではないかなっていうふうに思いますと。まあ、いろいろカラバイオ選手とかね、なんかこう、いろいろ野手の選手とか、独立から入ってきた、まあ、出戻りという形でもね、入ってきたりとかっていうのは、いろいろ聞いてきましたけども、やっぱり、独立時代の成績なんかを見てると、本当に元選手クラスでね、無双してるっていうのがあるんで、まあ、その、僕が一つ思うのは、なんで九州でやってんのかなっていうふうなね、ところはありまして、本当に NPB に戻っていきたいんだったら、四国とかね、BC リーグで、やった方が、まあ、レベルが高いんで、まあ、スカウトの方もね、評価しやすいと思うんですけど、まあ、そこをなんで九州を選んでるのかっていうのは、ちょっと謎というか、うん、なんでなんやろうっていうところはありますと。で、まあ、モタ選手の、まあ、その、まあ、エピソードというか、まあ、いろいろね、お話ししていきますと、まあ非常に、まあ性格からすると明るい性格と。で、まあ、素直なところもあるというところ。で、ただ、ちょっと気性が荒いという、気性というか、なんて言うんだろう。結構、態度に出してしまうところがあるんですよね。うん、結構、まあ通訳さんって言い張るんですよ。で、外国人選手はね、大体ついて、みんなついてるんですけど、やはりね、すごく通訳の方が苦労されてたところはあって、例えばね、日本人の、まあ、スタッフ、監督、コーチが、こう、アドバイスをしますと。で、モタがね、その通訳されたものを聞きますと。で、モタがおそらく、こう、言ってたことを全部直訳するんじゃなくて、その通訳さんが、この、あ、これは言ったら、モタにとってマイナスになるみたいなところを、多分、省いて、こう、スタッフの方にね、やってるっていうのは、ちょっとね、聞いたことがあってね。だからそういったところは結構ね、そのジャイアンツの中で、すごくまあ実力というか、まあ飛ばす力とかっていうのはすごくあるんだけども、その態度というか、そういったところで非常に損してる選手なのかなっていうふうに思ってて。で、まあここ、まあ盗塁の数はちょっと書いてないんですけど、まあそのモタ選手って結構盗塁もしたりするんです。で、まあその盗塁するのはね、アグレッシブなところというか、まあ走れるというところの、まあアピールにもなるんで非常にいいと思うんですけども、結構ね、その野球を知らないところが結構あってですね、この場面で走ったらダメだろうとか、この場面 100% いけるんやったら行ってもいいけど、なんで余裕でアウトなってんねんみたいなところの走塁っていうのが結構ね、まあ3軍でも2軍でも結構あったりとかしてて、結構ね、その厄介者扱いというか、なんて言うんだろう、うん。アグレッシブにね、積極的に狙っていくのはいいんだけど、そのアグレッシブさがちょっと逆にね、そのマイナスイメージというか、なんでそこで走んねんみたいな、野球知らんやろみたいな感じの空気感とかも結構ね、一緒にやっててあったりしたんで、ね、そこをね、こう学んでってやってったら、いいんですけども、プロにいる時はですね、そこをこう、なんて言うんだろう。まあ俺は打てて走れて守れるような選手になるんだみたいな感じの結構突っ走る系だったんで、あんまりこうアドバイスとかもそういうところに関しては我が強くて、なんかこうなんて言うんだろう、守らなかったりとか、まあサインをね、無視したりとか、なんかサインの見落としが多かったりとか、そういったところがあったんで、まあおそらくジャイアンツをクビになったんだろうなっていうふうに思いますと。まあもしそれがなかったとしたら、多分次の年も、普通に、プレイしてたと思うんですけども、まあそこというか、まあめちゃくちゃ本音を根っから悪いやつではないんですけど、そういうちょっとこう態度に出てしまうとことか、その、なんて言うんだろう、まあサインを見落としたりとか、ちょっとこう監督コーチに、まあ反抗ではないですけど、ちょっとそういう感じの態度があったりとか、まあちょっと勘違いされやすいタイプだったのかなっていうところもあるんですけど、そういったところを含めて多分おそらくクビになったんだろうなっていうふうに思いますと。まあ実力からしたらね、
まあその飛ばす力もあるし、まあまあ置いといてもいい、良かったと思うんですけど、もう一年ぐらいね。だけど、まあそういったところもあって、まあジャイアンツはそういうところ厳しいんで、それでクビになったんじゃないかなというふうに思います。で、元田選手ね、まあその、僕ね、この独立リーグの、あの動画とかを全部見たわけじゃないし、まあ、まずないので、そんなんが。何とも言えないんですけども、おそらく、まあ、僕の予想ですよ。予想ですけども、早いピッチャーというか、速球派のピッチャーの、ストレートを打ってのホームランっていうのはおそらく少ないんじゃないかなというふうに思ってて、それはなぜかというと、まあ、その、1軍の時もそうでしたし、まあ、2軍の時もそうなんですけども、145キロ以上のボールになると、結構前に飛ばない。ところがあって、まあ、その独立リーガーのボールの145キロだったらもしかしたら打つかもしれないですけど、プロのある程度キレのある回転数がね、こう あって、ホップ成分があってっていうところの150ぐらいのボールになると、全部空振りか、まあファールにしかならないっていう、前に飛ばないっていうのがあったんで、まあ2軍でもね、これ成績良くないっていうふうなことを言いましたけども、最後の方はね、2軍の相手のね、選手たちも分かってたんで、結構ストレートで攻められて、最後、フォークボールで落とされてっていうところで、結構そういう、まあ、なんて言うんだろう、同じような配球で毎回打ち取られるっていうのが結構あったんで、まあ、元田選手の弱点としたら、あまあ、速球、速いボールをあんま打つことがなかなかできないっていうところが、まあ、欠点かなというふうに思ってて、まあ、村田修一コーチとか、その当時言いましたけども、まあ、145キロ以上の球を前に飛ばしてるとこ見たことねえよみたいなことを言ってたりとか、まあ、みんなもね、それは分かってたんですけども、まあそういうのがあったんで、まあ少しね、安倍監督がちょっともうオーバースイングするなと。お前、もうコンパクトに行っても、お前のパーやったら全部ホームランになるから、そんな満振り死んでもいいよっていうふうなことを言ってたんだけど、それもね、あんまりこう、やらなかったりとか、なんかこうね、できなかったりっていうのがあったんで、まあ活躍できなかったのかなって、まあクビになったのかなっていうふうに思いますと。まあね、まあ今お話ししてきましたけども、まあ選手としてのね、能力っていうのは、まあ非常に飛ばす力もね、僕初めてフリーバッティング見た時びっくりするぐらいね、打球飛んでましたし、打球速度もフリーバッティングでそんな打球速度って出ないんですよ。でも175キロぐらい出てたんですよ。確か。170キロぐらいだったかな。ちょっと盛りすぎたかもしれないけど、170キロぐらい多分確かバッティング練習でね、出てたんで、バッティング練習の遅いボールで打球速度170キロ超えるって結構やばいんですよ。結構やばいというか、まあ見たことないレベルぐらいなんですよ。多分大谷くんとか多分その、大谷ちょっと言い過ぎかもしれないけど、まあ本当に、パワーだけで言ったら本当に、そこら辺の外国人よりもあるとか、あ、引きを取らないぐらいは持ってたんで、そういったところで、まあそこをね、うまく活かそうと巨人のね、首脳陣とかいろいろコーチとかも、まあ通訳さんもそうですけども、いろいろやったんだけど、ちょっとね、本人の気性の荒さというか、まあ性格上のところとか、まあ走塁の先ほど言ったようなところっていうのが、ちょっとね、マイナスプロモーションというか、マイナスイメージになってしまって、まあクビになったっていうのがあるので、まあ結論に戻りますけども、ジャイアンツが再びね、獲得するっていうのは、おそらくないと思ってて、他の球団であれば、おそらく、まあ、あんまり資金力のないような球団であれば、まあ、救世主として、元田選手をね、取る可能性も僕あるんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、そんな感じでですね、今日は元田選手、イスラエル元田選手についてお話をしていきました。まあ、実際ね、僕も、同い年だと思うんですよ。で、いろいろいっぱい喋ったこともあるし、非常にね、日本へのリスペクトとかっていうのも非常にある選手でしたから、まあね、動画でも見たことあると思うんですけども、非常に人懐っこいところもありましたし、非常にね、根はすごくいいやつだっていうところはあったんで、非常にね、まあ、NPB に復帰して、もう一回ね、活躍を見てみたいっていうのはあるんですけども、まあ、それがね、巨人のユニフォームになるかって言われると、僕はね、それはないんじゃないかなっていうのが正直な意見でございますと。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。バイバイ。